だってカープが好きなんだもん。ジャパニーズレッドモンスターに殺到、運べスタンドを届けて感動、真っ赤な情熱注いで勝つ、覚悟も勝つも全部カットバット。こちら、はい、石川校見ましたよ。これだけ出てきた奈良選手、これで終わりですか。もう一回ぐらい取りか。次の回もトレーニングです。館長、はい、高橋光也は良かったんじゃないですか。いや、高橋光也は良かったんですけど、はい、まあ、あのレギュラーものもまだコンプリートできてないんですよ。あ、そうですね、はい、なので、まあ、正直な話、これ一つで3位が1個というのもね、なかなかやっぱり引き当てる能力っていうのが必要じゃないですか、はい、なるほど。なので、はい、悔しいんで、今回ももう、はい、もう一度ワンフォアチャンス。ありがとうございますこれいきます。もう何もがチャンスでもいいです。何もいや、ほんとだからね、はい、あれやっぱり前回館長が一番上を引き当てて、私は一番下のにしたんで、そうです、一番目にしたんで、はい、館長ができました。お私ちなみに非常に引きが悪いで有名なんですけど、やめときましょういや、高橋光也かなりいい方やと。かいいですよね。いい方ですよきっと、はい、わかりました。じゃあちょっとこの辺もじゃあ館長のってやめて、はい、その方がいいです。一番下、さっき下通だったんで、またもう一回下通にします。おーブービーで、で館長の一応上に上げておきますこれでちょっと行かせていただきますね。はい、ありがとうございます。また何かちょっとプレミア感があるようなのがあったら、はい、お呼びしますんで、はい、その時は対応よろしくお願いします。待ってますさあ、行きましょう。いやー、またパンパン入ってますわ今回も。では、本日もお願いします。はい、まあ、最低だからあと7割ですね、レギュラーからの。なるほど、最低でもあとレギュラーカード、レギュラーはね、揃えたい、最低でも。あ、もう分かるようになったもん、島内森下、あスターリーダー、これも引き合ってますね。香港長野、あ、これは、涼介はチェンジャーズ、これ、涼介カップですね、カップですね。お、出ました、遠藤敦史、これ初でしょ。あ、初、はい、はい、では翼、香港、栗林、栗アレン、曽根、ちょっと分かるようになったわ見たか見てないかがもう。うぐさ、スライリー、野村雄介、フリアレン、スターチェンジャー堂林、これは初です。よーし、はい、フランスは、高橋美希也、古林、クローン、野間、あ、これあれだ、阿部ちゃん、阿部ちゃんあれじゃない、初めてじゃないですか、元気ね、はい、初です。そしてこれ初めては中崎翔太、もうそうですね、はい、出ますね、生まれました一気によしよしよし、レギュラーはもういけるんじゃない、これ石原、森浦、森下、あとはスターチェンジャー菊池、中田蓮、今の回全部かぶりだ、
かぶりまくりっていう。岩原健、クリアレンスターチェンジャー、長い岡ちゃん、チェンジャー田中康介、これはお初です。お初、あ、矢野、お、矢野お初、はい、信じました。誰がいないの、こうなっていないやつ、ほんと腹立つな。ちなみに、ええ、あとレギュラーは2人です。2人、はい、菊池いるな、大道いるな、コルニエル、大瀬良、どこだ、中村優太、終わった、早いな今回。矢崎、石原、新川、大道、あ、これはフランソワのコントリバーション、これある、玉村、並木、あのコントリバージョンみたいなのかぶる、あんなのかぶるんだ。大森、俺もめっちゃあるじゃん、森下、矢崎、矢崎もめっちゃ出てきたよ、メヒア、ヤブタ、フランスはあります。ちなみにこの青い系コンプリートします、スターリーダース、スターリーダースってどれぐらい、何人いる、8人です。さくら、森浦、翔水、相沢、代打の切り札、坂倉、お初です。恭平、これ選手で全部揃えてる人いるのか、やらないでしょ、変わんないでしょ選手。山口、クローン、翔星、磯村、松山、三好、早いわ、なくなるんが。家見たような気がするんだけど、違うな。クリアレン、高橋、コルニエルも目立ってきたな。メヒア、あ、お、サインです、お、野村祐介、お、野村祐介のサイン入り、店長、あれ、これ違うカードだ、またあ、やりました、ね、なぜかすごいの出ましたよ、出ましたね、あ、初めて見ました、これどういうことですか、これはですね、サインカードの中でも特にレアな、え、ピクチャーレスクサインカードです。なんかいろんな言葉くっつけてきましたけど、ピクチャーレスクってのは、これ要は絵になる男ってことですね。はぁ、これちょっと絵画調の加工がされてる、全部で3選手しか今回作られてない、全部で3選手、相沢と野之助と誰だったかな、ちょっと今リスト持って、わー、それすごいレアな、いや、やりましたね、やった引きが引きが強い、これはただの野之助じゃないですよ、かなりいい野之助なんですよ、かなりいい野之助、うわー、いいなこれ、やった野之助、ちなみに課長、お買い上げですとどのぐらいの価値、はい、これ、まあ、市場価値でいうと、まあ、2、3万ぐらい、うん、2、3万ぐらいこれ、なんで完全に今日の元取りました、いやー、終わったーこれ、あー、でも、これ本当出ないですよ、はい、すごい、だって、俺の顔より店長の顔の方がいや、これすごいです、本当、すごい掘り当てた、お、これはすごいです、初めて見ました、やったー、これはもう
大人買い段ボールの単位で3つ4つ買ってもこういうの出ないんです。これはでこういうのを目当てにコレクターはもうガッツガッツ20分の11、20枚しかないですよ。20枚しかない世の中に。そうです。これよりいいの引くのは難しいですね。じゃあもう、ね、じゃあもういいですか引かなくて。これ山本さん勝ちですよ、ね、勝った勝ちました。20枚しかない世にその11番目、すごいな。20人のうちの19だったらもっとすごかった。そうなんですよ、うん。あの写真もかっこいいし、いいですね、これ。おぉ、これはすごい。あー、やったー。素晴らしい。この次がスコットー。おー、スコットのサインじゃなくてよかったですね。痛まないように、スリーブ入れちゃいますね。ちょっとお待ちくださいね。これはすごい。カードってどんないいカードでもさ、紙のものなんで、ちょっとこう角が欠けちゃったり、うん、傷がついちゃうと、うん、さっぱり価値がなくなっちゃうんですよ。なのでこう新品の時にこう綺麗にこうケースに入れておけば、うん、これでいつでも売却 OK と。はぁーあーかっこいい。いやこれ本当いいカードだな。やったー、うん、初めて見ました。いやこれはすごい。あとはおめでとうございます。いやすごい、本当引き強いっすこれ、うん、これはすごい。いやー、やった。やった。すごい。5万円から。うちの客さんは100個ぐらい買ってたらしい。マジっすか。ただその何個買っても、例えばこれであと1枚で揃うっていう人だったら、自分の持ってるそのセリアだ、キクスタ全部出して頼むから交換してくれって、そういう世界だった。はい、これ20枚しかないんでオークションに出ればお金出して買いますけど、うん、最後はこう物々交換ですね。そこがまあトレーディングカードっていうところなんですよね。森浦もう覚え、もう分かるわ、うんさ。あ、これ遠藤初めてじゃない？はい、遠藤敦史頼れる女子初ですね。初ですね、はい。高橋光也、平場の。じゃあもう、ガミちゃんいいっすよ、俺。野村売ってあげてもいいですよ、3万円で。鈴木雅人、白戸、栗林、西川、白浜、相沢これあったかな、ね、聖夜。残りが少なくなってまいりました。でももう今回は、だってこの野村を引き継ぐだけでもいや、あ、バンダイです。すごいです。ニューカマー、クロン、森下、オーセラ、サクラ、チェンジャー、あ、チェンジャーズの西川龍馬。初ですね。初。クアラ。ニューカマー、おかちゃん、ショース。アツキ監督まで来ました。スライリー、アドゥア、クロン、大森、藤井レーラ、林、アツキ、島内、タケル、平沢。あら、これ堀江、またこのこっちの堀江が出てくる。それじゃないんだよね。もうないですよ、これ。ニューカマー、口もくるな。ゆうすけ、磯村、上本です。スターリーダース、せいや。もう最後です。大道、鈴木、野間、翔水、長井、あ、堀江、おー、出た、うのり、あと一人、え、誰レギュラーでいないの、中上、はい、まだ出てないです。
いやこれね、もう2箱開けたんですよ、はい、で2箱開ければ必ずこのレギュラーっていうのをこう1からの1から81ですか、はい、これは全部揃うって言ってましたよね。揃う確率が非常に高いという。いやだって2箱でも1個だけ足りないんですよ1人だけもう1箱、いやちょっと待ってください、もう1箱はきちいですって。中上選手1枚を引くのにもう1箱はきついです。で今回このね、はい、ゆうすけまで引き当てたんですよ、はい、プレミアを、はい、わかりました。じゃあ、 僕もこのトレーディングカード結構買ったんですよ、はい、ぶっちゃけ相当かぶってます相当かぶってるんですか。相当かぶってます、はい、なんで僕の中上選手を、はい、ください。いや、くださいとかよくカードマニア同士ってカード交換したりするじゃないですか、ええ、それやりましょうか。いや、くださいよ。いやいやいや、だってもう、だって何枚もかぶっててあるって言ったじゃないですか。もう一回僕買ってもらいましょうか。いや、分かった。じゃあなんか俺の中でな、じゃあなんかの交換ですね。トレーディング。トレードですね。どうしても欲しいんですよね、このカード。当たり前ですよ。それだけないですもん。ですよね。見せてください。見てないですもん、俺このカード。じゃあ僕もどうしても欲しいカードがあるんで。なんすか。ノムスケの貴重なサインカード。ダメですよ。あれあれあげるぐらいなら中上いらないですよ。もう一箱買いますよ。おお。やっぱりトレーディングです。私の中からトレード、はい、コルニエル4枚でノーノーノー、コルニエル4枚ですよ。あとは2枚つけましょう。わかった。メヒアも3枚つけます。ちょっとそれ厳しいっすよ。なんでですか。だって持ってるんですよこれ。だって中紙ないんですもん。いやだったら俺もないカード。もうここまで。じゃあもうクロンのニューカマー3枚つけます。いや枚数じゃないんですよね。いやあとはダメです。俺釣り行ったんで。じゃあもうこうします。はい、これでお願いします。コルニエル3枚、メヒア2枚、クロンのニューカマー。わかりました。やった7枚と1枚でゲット。あとはつけます。まあでもわかりました。とりあえず山さんは、はい、レギュラーの1番から69のスライリーと、うん、70から81の、うん、カード、うん、いわゆるレギュラーと言われてるカード、これで全部コンクリートされました。やったで、山さん、はい、山さん余ったカードいっぱいあるじゃないですか、うん、と僕の余ったカードもかなりあるんで、はい、これを1回投資番号で1番から81番を何セットちょっとできるかやってみて、うん、今もここにすでに僕は4セットあるんです。余ったカードか。じゃあ中紙4枚あるってことですか。はい、いい加減にせよ。クレイちゃん、わしこんなにこんなにあげたのに。山さんね、こっからワンセット除いた余った分を作って、はい、うん、何セットかできたら、うん、視聴者プレゼント。え、いいんですか。しましょう。視聴者プレゼントって、そんなだってこんなね、うん、これ一箱で7000ちょっとですよ。8000何やってる。それをそんなそう簡単にはダメですって。ですよね。いや5万、5万でお売りします。まあちょっと考えましょう。はい、お、ありがとうございます。いや本当に、はい、館長も2箱で、はい、なんとかレギュラーもは揃いましたし、はい、まあ、なんといってもやっぱり野村雄介の、そうですね、スペシャルなカードを引き当てれたというのはやっぱり、うん、館長のおかげです。いや山本さん持ってます。はい、さすがにお持ちです。ですよね。お会計の方、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、15,840円。ありがとうございます。9月か10月ぐらいになると、今度はエポック社さんの、ちょっと高級な
そういう。これ今度は1万5、6千ぐらいするんですよ。は1万5、6千ぐらいして、カードがこれ何枚かな、まあ、5、6枚ぐらいしか入ってないの。は5、6枚しか入ってないの。ですが、実験1戦が2枚ぐらい入ってるんですよ。そしてさっきの350万で出るか出なかいか分かんなかった、こっちのキラキラみたいなやつが、多少出やすくなってるんですね。出るんじゃないの、多少出やすい。多少出やすくなって、そういう、まあ、カード、今度秋にまた出ると思いますので。あ、じゃあ、その時はまたぜひ。ぜひお待ちしております。わかりました。このだってカープが好きなんだもんの、はい、そうですね、収益がぐんと上がった暁には、はい、来たいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何年も優勝を見とらんのじゃ。これは大人の遊びじゃ。私を任せてくれや。ありがとうございました。ありがとうございます。声が聞こえ